早朝からアンコール遺跡ツアーに参加。アンコールワットにアンコールトム、そしてタクローム。最高でした。ツアーの様子はこちらをどうぞ。今回は続きから。低予算で東南アジアを周遊する。楽しかったツアーも終わり、お腹が空いたので食事にします。サンボ・クメール&タイレストラン、場所はここ、オールドマーケット、タブストリートがここ。クメール料理とタイ料理のお店。写真付きなので分かりやすい。クメール料理とタイ料理。レッドカレー 4.75 ドルとビール 1.25 ドルオーダー。とてもフレンドリーなスタッフさん。雰囲気の良いお店。いただきます。おいしい。ノースパイシーにしたので辛くない。もう一本。ごちそうさまでした。宿に戻ります。泊まっているのはここ、タブストリートから少し離れています。ザ・シェムリアップ・チルド・バックパッカー。部屋に戻り、シャワーを浴びました。宿の中にあるバーでパソコン作業を。ビールが1ドル。ヘトヘトなので、夜ご飯もここで。アモック4ドル。料理もビールも美味しい。ごちそうさまでした。レンタルバイクを申し込んでみます。宿のフロントで申し込みます。英語は話せないのでアプリで会話。1日10ドルのは出払っているので13ドルのタイプを申し込みました。
パスポートを預けます。この後、スタッフさんにバイクの使い方を教わりました。国際免許証の提示はありませんでしたが、運転免許センターで即日交付してもらえるので、あった方が良いかな。明日が楽しみ。翌日、とりあえずガソリンスタンドへ行ってみます。日本と違い右側通行なので少し怖い。今日はアンコール遺跡群をバイクで巡ってみます。とりあえず朝ごはん、おなじみのマーク、ほっとします。日本の肉まんとは少し違います。それでは出発。シェムリアップの市街地からアンコール遺跡群へ。アンコールチケットが必要になるので、ない場合はチケットセンターで購入します。私の場合、昨日のツアーでサンデーのチケットを買いました。3日間のチケットはここ。クレジットカードも使えます。購入するとその場で写真を撮り、すぐに写真付きチケットが発行されます。料金は1日券$37、3日券$62、7日券$72。100均で買っておいたチケットホルダーに入れました。この辺りでチケットの提示を求められます。朝のバイクは少し肌寒いです。とても気持ちが良いです。お腹が冷えたせいか、トイレに行きたい。ここのトイレ行きます。プノンバ県向かい側のパーキング、ここでもチケットの提示を。間に合いました。バイクに戻ると鍵穴がない。壊れたのか。慌てて近くにいたトゥクトゥクドライバーさんに聞きました。ハンドルロックすると鍵穴が隠れるそう。久しぶりのバイクで忘れていた、説明にはなかったので。かなり
テンパりました。やっと遺跡巡りがスタートできます。長くなりそうなので続きは次回に。このチャンネルでは旅に必要な情報をコンパクトに配信しています。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。